オラフ・ヘンリクセンは、デンマーク・キルケルップ出身のプロ野球選手。左曲げ左打ち。ニックネームは、スウェード。MLB 唯一のデンマーク出身のメジャーリーガー。1910年代のボストン・レッドソックスで3度のワールドシリーズ制覇を経験した。デンマークのシェラン地域の出身でアメリカに移住した経緯などは、よくわかっていない。1911年に、 マイナーのニューイングランドリーグでプレーしているところを見出され、同年ボストンレッドソックスに入団。以後1917年まで7年間レッドソックスに在籍した。ヘンリクセンは外野手だったが、当時、レッドソックスの外野はダフィー、ルイス、ハリー・フーパー、トリス・スピーカーの不動の3人で固められ、レッドソックスでは主に代打と外野の控えとしての役割を担っていた。 小柄で長打が少ないながら、出塁率が高く、1911年から1914年の4年間の、出塁率はいずれも4割を超えた。ワールドシリーズ制覇も3度経験しているが、1912年の、ワールドシリーズでは、最終戦で代打で出場し、相手ジャイアンツのクリスティマ・シューソンから、同点の二塁打を放つ活躍も見せた。怪我などもあって、 1917年シーズン途中でマイナーに降格し、再びメジャーに上がることはなかった。選手引退後はボストンカレッジの監督を務めたこともある。1962年にマサチューセッツ州で死去。ありがとうございます。